憧れは形を変える。派手系男子三浦海くん、地味系女子石森ゆか、そんな私たちのはちみつ高校は本日体育祭だー。プログラムどうぞ。みんな格好かわいい。ハロウィン体育祭って感じか。プログラムおもろ。なんでもありだな、この高校。そう看板にも書いてあんじゃん。気合い入れていくぞ。本気ですね、先生たち。そりゃ石森と三浦のベストカップルがいる体育祭だからな。え、外部にアピールして入学希望者増やさないと。ああこんな面白い組み合わせでリア充できますよって。うん、そして石森タイプの新入生がもっと欲しい。今や先生たちにも応援されるくらいになったね。恐れ多い。でも気合い入るな。ところでカイは？それがまだ来てなくて。おい、彼女がハーフツインして待ってるぞ。リクエストの。電話したけど出ないんだよね。寝てんの？私にも未読のまま。返事なくても既読はいつもすぐつくのに。私も電話かけ。大変だ。三浦が体調不良でダウンした。今日は欠席だ。え、は、いや、冗談ですよね。うん、あ、マジで言ってんの？あ、あいつ何してんの？被弾団長なのに。なんで今？タイミング最悪なんだけど。いや、切れるの違うだろ。切れるよ。体調どのくらい悪いんですか？熱で動けんらしい。一人暮らしなのに。私ちょっと家に。ただの風邪だ。自分のことは心配しないでくれと伝言を預かった。主に石森宛てだ。高峰、武蔵、応援団もろもろの代わりの割り当てを頼まれた。ちょっといいか？石森ちゃんの彼氏の代わりは誰に頼むんだよ。うかが今日どんだけ楽しみにしてたか。ちょっと泣く？だってそっか、私が浮かない顔してたらあゆちゃんたちが気にしてしまう。三浦くんも安心して休めないよ。私大丈夫だよ。だってあゆちゃんたちがいるもん。うか、聞いた？三浦先輩休みって。だっす。ふん、すねた。すねたな。三浦くんスターターだったんだ。そう、他の人とローテで。私に代わりにやらせてもらえないかな。じゃあお願い。は、寂しくないって言ったらもちろん嘘になる。うん、けど。ほい、トウコちゃん大丈夫？すみません。どうしたの？今日は大事な日じゃないですか。え？2年前の体育祭、石森先輩が三浦先輩に告白した日。なんで知って。だから私もさすがに告白はまだできないけど、でも絶対何か頑張ろうって思ったら。おい、いたたた。大事なことは他にもあるから。そうだ、私鎮痛剤持ってる。どこから出しましたか？すごい。三浦くんのことを思い出す暇なんてないくらい。気団どしたん？団長不在。仮想テーマがレモンなのに本人いないって。さあ始まりました。
一発目は障害物競争です。位置についてよーい。え、ちょっと待って、スターターの人面白すぎ、ブレるブレる。すみません。おい、被弾行ったぞ、早く走れ。被弾はいてやく。はやはや、早すぎて見えない。ゴール、すごい、ぶっちぎり。レモンがなんぼのもんじゃい。今日はオレンジの日だ。オレンジの日、三浦海がいなくても被弾優勝。ちなみに君がエントリーしてるのそれだけね。な、うるせえ、他のもやらせろ。空気が変わった。ヒテヤ君、最初は体育祭出ないって言ったのに。最新のリボン5月超特大号は春もシュワキュンまっしぐら、表紙&関東カラー43ページ村真由先生のハニーレモンソーダ、ついに完結、究極の初恋が永遠になる、最終回40ページのりちゃん先生の吸血鬼とバラ少女、まるちゃん新作、春のほのぼの陽気に誘われてカラー25ページ原作脚本さくらももこ先生、作画さくらプロダクション、こはぎボタン先生、ちびまる子ちゃん、ピクニックをしようのまき、そして今月の付録はラブトキシック×リボン、シャカシャカトートバッグ、街ありのビッグサイズで日常使いに便利、チケット風デザインに春の流行カラーライトグリーンを使用してるよ、シワ加工の絶妙なラフさ、おしゃれ感もポイント、さらに閉じ込み付録リボンヒロインブックもついてくる、リボン5月超特大号は大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス、グッドボタンやコメントも待ってるパス、次の動画も見てね。